時は19世紀末、大空を飛空船が駆け巡る大冒険時代。世界は謎と不思議に満ち溢れ、素敵に輝いていた。人々は未来に夢と希望を抱き、大空へと旅立っていった。そして今、また一人新たなる冒険者が誕生しようとしていた。ある日、密林の中にそびえ立つ古代巨塔。イギリスを代表する大冒険家ギルバートは、少女をかばうように古き父の結社と名乗る謎の組織と対峙している。君をあいつらに渡すわけにはいかない。しかし少女フィオナは一人大空へと漂流することになる。数日後のロンドンウエストエンド、ギルバートの一人息子であるエディは冒険者となり、父を探す決意をする。冒険の舞台はこの地球、ロンドン、ピラミッド、ニューヨーク、東京。飛空船でいざ世界へ。冒険の中で出会うエディの仲間たち。彼らは共に冒険し、苦難を乗り越え、子供から大人へと成長していく。その少女フィオナの秘められた力とは、古き父の結社とは、そして父ギルバートの行方は。かくして若き冒険者たちの旅は始まった。ノスタルジオの風。2008年11月6日、マーヴェリック号出港。